全国の皆さん、本当にこんなご支援ありがとうございます。私自身もですね、小選挙区での当選がもうずれ込んで、鳥栖の方で開票にしてたんですけど、その整理券の数え直しが3時間ぐらいあったかな、それで遅れたんで、なんか本当その間結構な心理的プレッシャーでしたね。でも不思議なことに心がえらい静かだったのは、やっぱりこれだけやって やるだけやったという気持ちがですね、非常に強くて、感謝の方が多かったですね。なんか手術台に臨んでた時を思い出しました。正直縁起でもないって思われるかもわかんないですけど、手術台に向かう時ってお医者さんを信頼してですね、そして、手術をしてもらう、足を7回切ったもんですから、もう本当にこう手術の時の恐ろしさっていうかな、おっと自分になってしまいました。今日はこんな格好ですね。僕を映してもしょうがないので、よいしょ、ひっくり返れ。これ宴っていう、しばらく見ないうちにでかくなって、あ、虫に食われてます。あ、お前だ、えい、虫に食われてるっていうか虫がいました。もう殺生は嫌いですけど、こら、うわっ、あ、本物触った。ああ、でもまあこの朝のご挨拶で癒しになるっていう方もおられてありがたいですね。まあ少し緩くやってるからかもわかんないですね。いや、息子と一緒にやるといろんな注意が飛んできます。お父さんしょうもないところで向きになって損してるよ。うわ、いっぱいいる。これ消毒だ。これ木の葉だと思ったら、この虫が、あ、お前らも全員虫、よいしょ。わあ、うまいね。もうこんな風になってますもんね。ひでえな。この宴っていうのはね、多くが木崎大林宴、どこで買ったかな。すごく綺麗ですもんね。で、全国の同士にもう本当になんとかな、蓋を開けたらたくさんの仲間が怒ってて、もう本当に辛いですね。でももうすぐ次経済政策とかきっちり出して、で一月満札っていう清水さんがなさってるやつで、私の話もしてくださったみたいですけど、ありがとうございます。あれすごく選挙をやる人間でも役に立つ情報がいっぱいありますね。維新についてです。やっぱり私たちはどんな声でも自民党を支持されている方、公明党を支持されている方、今回の連立与党ですね、その声も、それから維新や令和新選組を応援されている方、まあ令和新選組は今回の野党共闘の
中の大切なパートナーですね。やっぱりそのそれぞれの声を謙虚にきっちり聞くっていう姿勢を一月満札の中で清水さんが語っておられましてね、その清水さん言葉を借りればその令和新選組侮ってるんじゃないかと、なんかそのそれからそのそこで語られてることはその虐げられたもののパワー、それがその維新のパワーでもあるんだと、まあその日本維新の会って私も因縁が深くて、もともと自分が作った、で橋本さんとかに地域主権改革で来てくれって言って政治団体作ったんですね。それが日本維新の会、私の政治団体の方で、でまあそれとは別に大阪維新の会っていうのができて、それで大阪を中心にですね、その東京がなんぼのもんじゃという、その清水さんたちのその話をの中でですね語られてるのは、そういうその何クソ根性みたいなものでですね、伸びてってる。それはやっぱり侮っちゃダメだと思うんですね。橋本さんが枝野さんに自分たちとも少し水を向ける場面がありましたけど、私は政治っていうのは何ていうかな、いろんな合成の科学だと思ってて、その違うものは違うってはっきり言うんだけど、合成をその否定してしまうと共量になってくるんですよね。だからその辺は侮っては絶対ならないし、やっぱりいろんな意見っていうものをレスペクトしながら、まあそれに流される必要はないけど、自分たちの取材があってですね、きちんと向き合うという姿勢が大事なんだなって思いますね。昨日じゃないな、夜中にあれしてたら、次の泥船の当主決定おめでとうみたいに佐賀市民の人が言ってて、まあお前なんかが潰れてしまえと言わんばかりのツイートで、中選挙区制に戻せと、選択肢がなかったんだと自分は、まあつまり私にもお相手にも入れてないっていうことですね。まあそれはそれで結構だけど、そういう意見も当然あるわけで、これバルーンですよ、バルーンが飛んでる。そうだ、もう総選挙で真っ黒になってたらバルーンの季節ですね。よいしょ、じゃあちょっと八幡神社に向かってご報告をですね、氏神様にしに行きます。できないようなものですね。まあ勝手な思い込みっちゃそうなんでしょうね。だけど感じるものっていうのは正直ありますね。それで維新の強さっていうのはやっぱり人と物と情報と時間を管理するガバナンスの強さだって、その清水さんの一月満札の中で言ってましたね。確かにその戦略っていうのはその4つをどう投入してどうやっていくかということで、風もですね、いろんな風が吹いてたと思うんですよ。立憲民主党への風も吹いていました。でも同時に逆風も吹いてたんですよね。
で、あれバルーンでしょ、これバルーン、バルーンはですね、そのなんていうかな、空の高さによって風向きが違うんですよね。で、それをこう捉えて移動していくわけですね。で、そういうその敏感さ、やっぱり菅内閣から岸田内閣に変わったことによって、その対照勝負で勝ってたところもなかなかその姿が分からず、ましてやその宏池会とかを持ち上げてた人たちもいくらかいましたから、それだったら安定した自民党の方がいいんじゃないかということになっちゃったのかも分かりませんね、ちょっといろんな分析をしながらも、でも全国の同志に資源をこう集中するこの時ですね。だからその敗軍の将兵を語らず、これだけは守ってほしいですね。野党共闘で頑張ってくれた他党の人たちをですね、これで失敗したとかいう言い方は絶対にダメです。もうそれだと支援が増えていきません。たまったもんじゃないですもん。協力してクソミソに言われるんだったらですね、それだけはやめましょう。今政治がいろんな混沌の中にあるんで、視座をちゃんと持って、そして全ての人に明るく温かくということが一番大事ですね。そうすると松下さんがおっしゃってますが、人のためになることをやりなさいと、そしてそれが結果的に自分のためにもなるということをする人は必ず成就しますと、私の場合も本当に川内さんとかですね、黒岩さん、そして矢原さん、ちょっとそれから全国の総支部長萩ちゃん、辛いよね。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。わからんですもんね。ありがとうございました。こんだけ深々と帽子かぶってマスクですか、目と前しか出てませんからね。それでも分かるっていうのは、お、五郎さん元気に帰ってきましたばい。勝って凱旋、しかし喜びも半分、仲間が落ちすぎてる、政権交代できなかった、戦略戦隊、やっぱり維新に学んで常時戦隊、戦闘隊、戦闘集団に戦というかんです。おはようございます。八幡様帰ってきましたばい。全然疲れもせん、怪我もせん、珍しい選挙でした。毎回ボロボロになるのに、なんでやろうか。不思議なエネルギーをもらってたんですね。あ、そういえば安倍さんからあれをもらったのも大きかったのかな。なんだっけ、すごい人がたちがやってるっていうのがシールみたいなのをもらって、私シール負けるんで嫌だと言ったんですけど、肌が弱くてですね、
大谷さんもやってるとか言われて、まあ、大ファンなんで大谷さんがやってんだったらやろうと思ってやらせてもらったんですけどね、ほんと会長ですね。体重もあんなに減らなかったのが7キロ落ちて、やっぱりこうドラえもん状態で選挙に入るっていうのは絶対ダメですね。見かけが悪いもん。本当にあのお腹が出てたから国体で座ってる姿も、あんたタヌキのお経を飲むだったよって言われて、あーそこまで言うかよって思いますけど、まあでも息子がいてくれてよかったです。あのやっぱり嫁さん代わりだよな。バンバン言いますもんね。私なんかこう人から何か言われてやるのってもう、まあみんなそうですけど絶対ダメなんですけど、昨日もお礼の電話を、今度はあの赤沙汰な浜やらは和行からずっとかけて言ってるんですよね。お父さん、このここが大事なんだよって、ここで勝って兜の尾を締めようで、あんなもう僅差っていうことはもうやめてねと、あの胃が痛くなったし、まあその間でもピアノをずっと弾いてくれてですね、ピアノっていいですね、音楽って本当いいな。私もフルートとかピアノとかやってたんですけど全部物にならなかったですもんね、なんであの人たちはちゃんとやれるかっていうと、やっぱりその美しさを知ってるんですね。私の場合は、太郎さんおはようございます、凱旋してきたばい、勝ったばい。まあでも重い選挙やった。あの士気が下がるといかんから反応がいいとかいうあの先輩が言ってくれてたけど、それは良かったですよ。でもなんていうかな、そのもっと丁寧にやらんといかんっていうのをすごく思いました。あの日頃のもう全てをあの主権者の皆さんとの間にやっていくということで、あの今日からいくつか自分に課したことがありますんで心の中で言います。選挙中も何回かここ寄ったけど力をつけられてもらいました。じゃあ太郎さん、全国の仲間も守ってください。大切な大切な仲間が本当に、松下さんとやっぱり小之助さんがおっしゃることは、いろんなところで困難を乗り越える知恵がいっぱいありますね。それはなぜかというと、自分が困難にずっと苛まれてきたからですよね。で、選挙の時も何回か言いましたけども、差別を受けた人たち、受け続けてる人たち、その立場に、まあ自分も差別を受けました。自分の力ではどうにもならないこと、それを呪って生きるよりですね、自分の力でできることを探した方がよっぽど生産的ですよね。
いやでもあんなになんか僕のことをよく見てるっていうのは愛情があるんでしょうね。深いんでしょうね。本当ありがたいもんだよ。死にそうな時もアメリカから飛んで帰ってきて助けてくれるし、まあお母さんに似たんですね。やっぱりあっちの方が政治家に向いてる。だけども絶対やらんって言ってますし、なんつったって絶対自慢はできないけど人間嫌いですもんね。なんか人間嫌いっていうか人見知りっていうか、私はですね、なんかあったら一人の方がいいんですよね。それなのに人の中に、ここのお宮でどうしてもその仲間に入れなくて、幼稚園の頃その仲間っていうか人が集まってるところが怖いんですよね。怖かったんですよね。だからどうしてこんな仕事してんだろうって、正直だって人の真ん中に いないと いけない仕事じゃないですか。不思議だなと思いますね。でもそういうものをこう乗り越えさせていただいたから続けてこられたんだなって、今日プロフィールのところを旧期って変えました。そして佐賀一区選出って、一区ってこれが負けてたら九州比例ってなりますからね。やっぱりちょっと辛いですよね。もちろん昨日佐賀新聞の県選出国会議員対談っていうのがあって、5人でね、まあ今までの5人と同じ5人なんですけどやりました。面白かったですね。おはようございます。どうもいろいろありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。お世話になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すごいですね。おかげさんで、はい、はい、ありがとうございます。大使特権が、はい、頑張ります。ありがとうございます。いつまでお手伝いしたかに、今週は追って挨拶回りしたかにあと思っております。もう来週はもう東京さん、はい、本当皆さんによろしく教えてください。ありがとうございます。ありがたいですね。もうふるさとこうやって八幡様にもご報告ができて、ここの社も社もね、寄付が禁じられてるからできませんけど、おお、日吉商会、私の同級生、いいなあ、こうやって寄付できる人は。私たちはそれはダメなんですね。ちょっとね、選挙法も少し変えた方がいいですね。だって氏神様に寄付っていうかあれができないっていうのは思想信条の自由を、まあでもね、昔ひどかったからな。とにかくもう飲めや歌えよ選挙っていうと、もうその飲ませ食わせと金を握らせというふうに言ってた人がいましたけど、その金どっから来てんですかっていう話ですもんね。結局悪いことして稼がないとそんなお金出てきませんから。国会議員だから金持ちだろうとか思うともう間違いで、二重生活してますからもうそれだけでバンバン出てきますもん。それに議連とか入ってたら、1議連1月500円でも100だともう5万円ですもんね。歳費なんてすぐなくなっちゃいますもんね。いやー本当に老後どうやって暮らそうって
を言ってる国会議員少なくありませんもんね。でも本当に小之助さんじゃないけど、人様のためになるんだったらそれは人様が要求されるわけだから。そしてちょっと自分の不得意なところも今回頼めばいいっていうことが分かったんで、いろんな気づきの総選挙でした。でも本当に悔しい。絶対180とか200までいけた選挙だった。100を切ってる。もうこの後ですね、ちょっと同志に向けて本当にすぐ戻れるようにするっていうことと、この間を心配ないようにするっていうこと、これが僕らの務めですね。頑張ります。では皆さんごきげんよう。ありがとうございます。